こういう試合を続けてください。名将立浪。小笠原今回は大量得点でよかったな。勝ったがね。細川誠也。悪い流れを止める先生のスリーランホームランだぜ。広島がセリーグを制しそうだな。うっしょ。今日も立浪チルドレンの活躍で勝ったがね。おお細川茂る。おお立浪采配で効率よく点を取ってるな。本当に打つ方は何とかしてくれる頼れる指揮官だ。1位の広島に貯金3で2位の巨人とは5分なのにトータル借金10っておかしいチームだね。首位攻防各3連戦に全力注いだ結果ボロボロってパターン。12安打で9得点するって中日らしくないよな。12安打でも1得点しかできないのが中日なのに。巨人は中日を見くびった結果の敗戦。余裕で勝てると思って舐めてかかったら余裕の敗戦だった。優勝狙うチームは下位チームからの取りこぼしが多いと優勝できないよ。先発投手いないんだよ。代打を声のヒットで1点入らなかったのが全て。あそこで1点返してたらいつもの小笠原だっただろう。小笠原134球とか。最近の高校生でもそんなに投げないだろ。解説したの荒木と松田の声が似ていて混乱する。案の定休み休みな翔さんと周平と違い細川はなんだかんだ言って20本塁打が見えてきた。この前の甲子園3連敗で崩れちゃったね。何もかもが。阪神も崩れてるからそこはなんとも。石川干してた監督もしかして頭おかしい。いや石川を2軍でしっかり調整させたのが効いてる。3点で止まらなかったから勝てた。今日打ちすぎて明日は完封負け、日曜は普通に打ち負けて負けの1勝2敗かな。ブライトなんか上げてるのに愉快は上げてもらえないの。ガッツに嫌われてるの。レイが4失点か。せっかく2軍から上がってきてこないだの広島戦で火消しに成功したのに。中田を2軍に落とすと9点も取れるんだね。いろいろパージして警戒になった打線。しかしこの1試合のせいで小笠原の援護率は爆上げだろうな。 W15番まで固定できました。遅いねん。1ヶ月遅い。固定できたと思うやん。立浪さんを舐めたらあかん。明日のスタメン見てちびるで。ほんと記者は使えないな。ビシエドのこと聞かないよな。中田の代わりに2軍で好調のビシエドでなくなぜブライトって聞き方できるだろ。そんな質問したら名古屋校に浮いてるわ。明日ビシエド上げるとして内野手誰落とすんや。ゆっくか。メヒアは全ての指標が微妙すぎて抑えても次の試合の再現性がないのも含めて厄介。先発を引っ張るようになったのは単に連戦だからか。落合の入れ知恵か。負け試合松葉続投とか起用は良くなってる。落合は一軍必須や。メヒアは2軍でも失点してたしどうなんだろうな。ピッチャーいないから投げさせるしかないって感じだろうね。次の日に投げた福谷は結果出してたけど登板するタイミングが合わなかった。理由は知らんがビシエドは高層外っぽいから何があっても上がらんでしょう。加藤とか含めて最終戦はいるかもしれんが。立浪打つ方は何とかしたで。牽制士が多すぎる。こんなに刺されるシーズン初めてだわ。ブライトは鳴尾浜まで行ったのを呼び戻して試合途中に名古屋に到着だそうだ。試合途中に到着？マジでお疲れさんブライト。新幹線止まらんでよかったな。2軍1軍ならモチベーションで乗り越えられそう。逆はきついな。明日もビシエド上げるために入れ替えあるかどうか。落ちるなら龍空か板山か。ショートの控えがゼロはさすがにまずい。カリちゃんがショートやっていなかった。カリステのショートは春キャンプからずっとやらせていない。立浪お得意の練習取り上げて選択肢を減らすやつ。立浪政権になってから走塁が下手になったね。石森6回に3 2失点。石川翔1回1 1-0点。加藤龍1回0点。ガッキー2打点。ビッシも打点で好調。高谷の今の構えめちゃくちゃいい。すげえ打ちそうだし打つし。こんなに楽な展開って今季初か。なお明日はたこ焼き打線に戻る模様。岩最速158キロ。立
高橋博史、最速158キロ、勝野、最速157キロ、梅津、最速157キロ、石川翔、最速157キロ、清水、最速156キロ、松山、最速156キロ。ドラゴンが誇る最強パワーアームたち。初見タイプのお試しピッチャー、昔は苦手だったのに打てるようになったな中日。その代わりにローテ固定クラスはもうノーチャンスになった、だから弱い。序盤にこんなに点取れるなんて相手の自滅以外ありえない、全く参考ならん試合だな。通常なら岡林の牽制アウトでしょぼんなのに助けてくれるなんて。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。